どうもほぼ日ラテアートの山下です。今回から質疑応答コーナーっていうのをまあちょいちょいと始めていこうと思います。やっぱりその LINE の方で無料を昔やっていまして、まあ、そこでたくさん質問いただきましたし、やっぱりなんでしょう、綺麗なものばっかり見てもまあ学びにないと思いますので、こう失敗したものを写真などでいただけましたら、それについて YouTube を使って質疑応答できたらなと思います。ですので動画下ですね、説明欄のところに URL 載っておりますので、そちらから画像を送っていただきましたら、その画像について YouTube を使って説明をさせていただきます。まあ、何でしょう、全員が全員のものができるかと言われましたら、私も時間がないですので、その中から何でしょう、こうできそうなものを取ってやっていこうと思います。ですので、ちょ、うちの全然やらないじゃねえかって言われたとしても、ちょっとその辺は申し訳ないです。もしかしたら今後ずっと先にやるかもしれないですし、まあ、逆にその質問が一切なければこのコーナーっていうのはすぐになくなりますので、よろしければぜひ質問を動画詳細の URL の方からどんどん送っていただけたらなと思います。で、今回は第1回目ということで、瀬戸さんからいただきました。多分こっちにハートの動画ですいません、画像が載っているかと思います。見ていただきましたが、まあ、よくあるパターンといえばよくあるパターンといいますか、まあ、ラテアートを始めた方などは特にこういった現象っていうのは多く起きるかと思います。やっぱりそのアートを描こうとして、このカップの上の方から描いてしまって、結局ハートの上の方に、あ、そうね、カップの上の方にハートがちょこんとできてしまうっていうのはよくあるかと思います。やはりその原因というのは、すみません、右利きの人で書きますね、まあ、ピッチャーからこう注ぎますですけど、そのカップのものすごい上の方から書いてる場合ですね、このカップのこの辺とかですね、このギリギリとかから書いてしまうと、基本的にはアートっていうのはこの、対流が小さいですね、もう上の方にほぼ丸い状態でできてしまいます。これはよくあることだと思います。じゃあそのどこでアートを描き出せば一番綺麗に描けるかと言いますと、カップを倒している時の一番深いポイントから描いてもらえば基本的には問題ないかと思います。こう倒していて、このカップで一番深いとこ、ここですよね。ですのでアートをここから描いてもらえば、ちょっといいですね、こうかな、こう聞いてますかね、ここからずっと描いてもらえば基本的にはハートが真ん中に来ます。続いてカップの真ん中から描けばいいんじゃないかっていうことはよく言われますけど、これ真ん中から描きますとカップの下の方にハートがこのようにできます。上がすごい空いてしまいます。その理由としてこの注いでるポイントに対流っていうのは座れますので、ここが要はへこみのスタート位置になりますので、これが決してこう大きく、まあ、へこむことはないし、こう大きくいったとしても見ていただいた通りすごい縦長のハートになります。なんかこうイメージとしてやっぱりこう、まあ、丸っこい、絵が下手ですけど丸っこいハートがいいかと思います。なんか可愛くないじゃないですか。ですのでカップの真ん中からではなく、いやいや上から描いて、この辺ですかね、ちょうどうまいことこう丸を描けたら、丸というかハートを描ければ綺麗に描けるかと思います。でこのポイントがだいたいカップを倒したこの
回一ですから、ね、よいしょ、この辺から書いてる、この辺ですね、真下、カメラの真下、この辺ですか、で書いてもらえば基本的には問題ないかと思います。そしてハートで何より大事なのがこの押し込みっていう考え方が大事なんです。よくあるのがこうハートをこう書いていてカップだけ水平に戻してピッチャーが結局後ろに戻っちゃうっていう、これよくあるかと思います。でなんか教室とか行ったら書いてるポイントを動かさないようにしてくださいみたいなこと言って、まあ何でしょう、そのポイントを守るかと思うんですけど、実はそのポイントを書いてるポイントを守ったとしても、まあ楕円形にならないまん丸ができるっていう感じですね。そうなんですよ、決してその書いてるポイントを守ればハートができるというわけではなくて、要はこのピッチャーの口ですよね、ピッチャーの口から結局まあ分かりやすく言えばこういうものがこうカップに対してできるわけなんで、結局丸を切って丸の上の方がピコーンとへこんで、この辺がピコーンとへこんだ、なんかものすごい究極系に丸に近いハートになるかと思います。これ押し込みがない感じですね。ですね、ピッチャーの書いているポイントっていうのをここまでギューッと進んでいってから切ってあげることでハートっていうのは綺麗にへこみますので、こうくぼみのあるハートになります。ですね、注いでいるポイントからここから書き出したなら前に行きますし、絶対に後ろに行くっていうことはないです。絶対前に行ってください。この前に行くことを押し込みと言います。こう書いて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 、こっち側にキュッ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 と言って上げて切ってもらったりですね。書いて前前前前って上げて切るっていう感じです。この押し込みっていうものはハートだけではなくてリーフでも使いますし、チューリップでも書きます。スワン、最近のスワンでも使ってますね。ですね、このじゃあ前に動かす、注いでる方向に動かすっていうのをぜひ理解していただきたいなと思います。まあ、ちなみにその左利きの方はまあまあこうですよね、こうでこう前に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 上げて切ってください。はい、水面上げました、近づけました、戻しながら前に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 行って上げて切るっていう感じです。ちょっとカップの縁触ってますけど、そんな感じです。でそのこのこっち側にこっち側に内側に進んでいってもらったらいいなと思います。その進み出す目安っていうのはアートを書き出して、まあ、大体半分ぐらい書いた頃ぐらいから進んでもらったらいいと思います。またその進み出しのタイミングとかそういうなんかいい写真とかいただけましたらまた解説いたしますので、まあ、あまり難しく考えず、まあ、アート書き出したら5ミリか1センチをゆっくりと進んでいってみてください。そうすれば綺麗なハートができるかと思いますので、ぜひお試しください。あとはそうですね、このコーナーを続けるためにもぜひ動画の詳細欄の方から写真を送っていただけたらなと思います。何でしょう、その失敗を送ってもらいますと綺麗にこうお伝えすることができますので、まあ、成功の写真をいただいたとしても逆に質問に答えるのは難しいですので、ぜひ遠慮なく別に名前を公開するとか住所を公開するとかそんなこともないですので、まあ写真だけがここピョッピョッピョッって出たりしますけど、それぐらいですので、ぜひこの機会にこのチャンネルをご活用いただけたらなと思います。当店舗では1対1のラテアート教室を行っております。こういった
質問を、まあ、これからもやろうかと思いますが、やはりこう送ってもなかなか返事がないみたいになりますので、もうそれなら教室に来ていただいて全部スルッとまるっとゴリッと解決していただいて、もうすぐにアートができるようになっていただいた方が、やっぱりそのラテアートをやる人間としても楽しいかと思いますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。それと、なんか最近そのレベルの高い教室なのですかとよく聞かれますけど、それに関してはもう全部に対応しますけど、とにかくスタート地点に対しては特に強いです。これからラテアートしたいとか、今からハートを描いてみたいとか、マシンを買おうと思ってますけど何がいいですかみたいな、もうそれぐらいの0から1を作るのは非常にこの教室には有効的です。もちろんそのある程度できてきてリーフの形をどう整えればいいですかっていうのもいいんですけど、まあ結局その色、その人それぞれの癖がありますし、人それぞれの師匠がおられますので、ちょっと意見がぶつかったりする可能性がありますので、私としては本当にもうスタート地点で来ていただけたらなと思います。あとは最近はショップの出張依頼が非常に多くいただいておりまして、本当にありがとうございます。そしてもう4人5人を一気に6時間とか最長12時間で一気にやったりしたりしますので、もう気軽に呼んでいただいて、正直今の料金よりかなり安く設定しておりますので、もしそのラテアートを売りにしたいっていうことでしたら、ぜひとも本気で手伝わさせていただきますので、よろしければご連絡をいただけたらなと思います。では本日はご視聴いただきましてありがとうございました。さて、実際に書いていこうかと思います。いつも通りブラインドシェーカーを挟みます。あとは珍しくちょっとシングルバスケットを使います。でシングルバスケットを使うときはもうここで割る必要がないです。もう外してしまってもらって大丈夫です。ただこう置くときにこう斜めになりますので、その点はお気をつけください。なんかこういう別のものがあれば置くことができますので便利です。ブラインドシェーカーいいでしょう。やっぱりうちは焙煎したてですので、ね、大体10回から15回ぐらい振ってもらいたいと思います。それと私鈴木カップに、書類選考が決まりました。よかったらぜひ名古屋の丸の内のカフェワンでしたっけで行います。まあ、なんかそこで待ち時間が多分めちゃめちゃ長いですので、ちょっと喋りに来ていただきたいなと思います。まあ、そこで勝てるか勝てないかはまあ分かんないですけど、まあ、勝てたらいいなぐらいでやっていきますので、一緒にまあその上位の人を見ながら勉強するのもいいかと思いますし、そういった環境にあまり行くことがないかと思いますので、ぜひフラッと来ていただいて喋れたらなと思います。これディストリビューターです。よく使い方はどうするんですかってありますけど、もう上に置いていただいてわしづかみでもう回していくだけです。だいたい3回転ぐらい回してもらったらいいですね。でタンピングは最近はもう10キロですね。これは低圧タンパって言って押すだけで10キロかかるやつです。まあ押し込めば衝撃の入るやつなんですけど、あまり衝撃はいらないかなと思いながら、はい、では次いきます。はい、続いて抽出です。こういった、まあ、家庭用もそうですけど、時々沸点抽出する方がおられますので、まあ適当にバーッと出してもらって、まあ、ある程度出してもらってから抽出してもらったらいいかと思います。またその辺も細かくやりますし、まあ、その辺は多分教室に来ていただいて飲んでいただいた方が、あ、これだっていうのは分かるかと思いますので、また説明しますが、もう少々お待ちください。一応 ただ出せばいいっていうのがタイミングがで、まあ業務用も家庭用も一緒ですので、まあ、参考にしていただきたいと思います。
で、まあこう手のひらで測っていただいて、できればスチームは片手でできるようになれば右手が空きますので楽かと思います。ただ火傷にはご注意ください。まあこんな感じでございます。また質問がありましたら文章だけでも構いませんのでどんどんいただけたらなと思います。